こんにちは、 DJ カズ佐久間です。今日はですね、ニューヨーク5番街にある、桜ラジオさんでちょっと収録が終わった後にここで、今収録してます。今日ですねゲストに R ネイビーを迎えて、やっていきたいと思うのですが、今日はですね彼の最新のシングル、Come Over Hereというシングルが、10月の29日発売になったということで本人に登場してもらおうと思います。 R ネイビーさん、じゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃ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 、ショーコマラッパー R ネイビーです。イエーイ。今日発売ということでおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございますね。本当におめでとうございますって、ね。はい。今回が、発売日と、今日発売日と日売日、ね、当日ということで、まあ、僕も購入させていただきました。僕も購入しましたよ。皆さんもぜひ購入してください。購入するだけじゃダメなんですよね。星マークと。星マークが実はレビューっていうところがあって、そこを押してタブを、そうですね、あとコメントを残してもらえると、うん、コメント残してもらえるとバッチリなんで助かりますね。なんか別にそれがどうなるかとかならないんですけど、なんか単純に嬉しいじゃないですか、うんうん、やった甲斐があるなと、ね、いう感じで、そうですね。あ、でもこれアメリカの iTunes、 日本の iTunes とアメリカの iTunes また別なんで、別なの、そうなんです、一緒にならないんですよね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。じゃあそのなんか国マークこの辺にね、そうですね、日本の人は日本で星マークつけてくれるとめっちゃ嬉しいですね、うんうん。でですね、まあ、そのカバーアートこの辺に、この辺ですね、この辺に貼っておきます。でこの辺じゃないですか。こっちで。で下の説明欄にその購入先のリンクと、あと、まあ、R ネイビーの、PV が、R ネイビーの YouTube の方にアップしてあるので、そのリンクも下の方に貼っておきますので、ちょっと開いてみてください。はい、はい、ということでですね、今日カズさんバッチリですね、今日はね、はい。項目がね、今日はバッチリですね。ちゃんと台本書いて、はい。で今回の、この Come Over Here のというシングルについて、R ネイビー本人にいくつか質問をしていきたいと思います。まずですね、リリックのコンセプト、難しいとこ聞いてください、カズさん、これ。Come Over Here。 あのね、Come Over Here、 もともとはタイトルがね、アイマカカオスっていうなんかベストアイトルだったんですよ。これから聞く人やもう聞いてくださった方々に分かると思うんですけど、うん、カカオスっていうのね、聞こえてるはずなんですよ、うんうん。そうなんですよ、カカオスっていうのはこの番組でもね、カズさんの方で、うん、聞いてもらってるんですけど、まあ、あのキャラクターをメインに出した曲で、はい、カカオスのことは多分みんな知らないんで、うん、で俺のことを紹介するために Everybody Come Over Here って言ってるんですよね。おっていう意味だったんですよ、実は言うと。それはカカオスは別キャラってこと？まあ言っちゃえばあのネイビーなんですけど、まあカカオスっていう設定も、設定じゃないですね。そういうキャラもあるんで、うん、まあそれを分かってもらえるために、まあ Everybody Come Over Here って言ってるんですよね。なるほどね。そうなんですよ。で、あ、結構ね、リリックの内容は特になんですけど、別に俺日本人をディスってるわけじゃないんですけど、うん、なんか、俺はこの、まあ、カズさんの方が大先輩なんですけども、俺も次の3月で丸6年なんですよね。はいはいはい。で、ニューヨーク丸6年、まあもう5年ぐらいいれば気づいてくるじゃないですか、はいはい、なんかその周りの人たちとか、まあ自分もそうなんですけど、その口だけの人とかね、うん、実際やってる人もいっぱいいますし、でもいろんな人がいるじゃないですか、うん、でもその俺が結構この日本、ニューヨークで見た日本人って結構ネガティブが多いんですよね、はいはい、それはもうそうなっちゃうのも当然かもしれないんですけど、うん、まあでもそう多いなって自分が感じて、うん、で結構最後の歌詞のとこにこういうこと言ってるんですけど、そのネガティブばっかのジャパニーズから始まってるラインなんですけど、はい、もう
このニューヨーク自分がすごいってわけじゃないですけど、まあ、Rネイビーのみたいにやってみたらみたいな、まずは、でも俺ぐらいやってもお前は勘ぐるよっていうことをやって言ってるんですよ、だから今頑張るんじゃなくて、まあそのビザが5年だったら、もう来た時から頑張った方がいいよっていう、じゃないと今頑張っても俺みたいに頑張ってもお前勘ぐるだけだからやめといた方がいいよ逆にっていう、っていうなんかねちょっと挑発的な部分もあるんですけど、まあその俺の感じたこの日本人に対しての曲なんですよね。誰々をディスったわけじゃないんですよ、そのこの街で見た自分がこの、まあ、5年間としましょう、したら武者修行の中で見た光景を歌にしたんですよ、そのリアルなことを自分それを教えてやるからこっち来いよっていう。あ、なるほどね。そうなんですよ、俺らのそのやり方、俺のやり方を見せてやるから、だから Everybody come over here Let me show you how we doing って言ってるんですよね。そのやり方を見せてやるから来いよと、こっち来いよと。そうなんですよ、っていう意味なんですよね。まあ1年前作った曲なんで、多分そうだと思います。あんまり覚えてない1年前なんでねこれ結構時間が、アーティストあるあるみんなそうだったんですけど、あの時間が経ってから発売されるパターンが、今回1年越しなんですよ実は。これデモ作ったのが、ね、僕がデモ作ったのが去年の今頃なんで。そうですね。でレコーディングしたのが今年の1月、もうおそらく1年、もうそれですね、今年の頭始まったんで、だから今かと。これ本当はもっと言えばね、あの前作の Too Much EP に入れる予定だったんですから。あ、でもこの曲が出来がいいっていうことで、これはそのもう一個先のプロジェクトに取っておいた、取っといたんですよね。温存してたら。そうなんです、温存。これリアル話ですからね。なるほどね。じゃあそのデモトラックを聞いた時の印象、失礼ながらなんですけど、カズさんこのトラックを2回送ったらしいんですよ俺に、2回ね、まあ、1回目でも聞いてなかったっぽいんですよ。なんかしてた時に多分聞いたんかな、ほんで結構カズさんのトラック聞き直すことが多いんで俺は、その場所を変えてね、家だったりとか外とかで場所を変えて聞くことが多いんで、その時に多分パッと入ったんじゃないですかね、でその時に一瞬的に Everybody come over here っていうのが降りてきたんですよ。降りてきた。そうなんですよ、あ、曲とフックが一致で降りてこないと多分ね曲作れないんですよね。で曲ってみんなヒップホップの人ってそうだと思うんですけど、バースは多分誰でも書けるんですよ ね、 なるほどね。フックが多分難しいんですよね。だフックってのはあれサビのこと、ね、サビの部分ね、サビのことなんですけど、サビが降りてこないと、バースってか曲ができないかなっていう。なるほどね。それが先に来ると、そのイメージが。そうなんです、俺フック先行なんですよね、フック先行で曲を作ってるんで、いくらトラックが良くてもフックが降りてこなかったらそれ後回しになっちゃうんですよ、だから多分アマ定休になったんですよ。ああなるほど。いろいろとそういう土地の方が多分取ったのが早いんじゃないか。あ、そっちを先にした。そうなんですよ、なるほどね。なのでトラックを作る人はアーティストにフックをイメージさせられる程度にそれを作って渡すと使われやすいですよと。そういうことなんですよ。だからワンもそうですよ、あれはフック先行、基本的に俺カズさんのトラックとか、みんななんですけどフック先行なんで、多分おそらくこれがやってるアーティストは絶対多いやつです。だってバースなんか一緒なんですから、はっきり言えば、バースはだから結構ヒップホップで言うとフックの部分から音数抜いた。そうですね。ほんでバース作る方も簡単なんで、作り手は、なるほどね。そうなんですよってことです。ぜひ覚えておいてください。ああ覚えておくといいですよねこれね。はい、ということでどんどん質問していきたいと思います。100問までにしてくださいね。99問。どちらかというとこのシングルはライブ向きかなと。かなりライブ向きじゃないですかね、思うのですが、実際に歌ってみた感想、反応、これも本当ライブでイメージ作った曲なんで、もう本当に分かりやすいですよね、Everybody come over here っていう、それも誰もが分かるワードなんで、そのまんまじゃん。もうだからこれを逆に2曲目3曲目は使えないですよね、最後の曲とかね、最初の方に持ってこないと。まあそういうイメージで作ったっていうのもあるんでね、そう、反応はそれを言うことによって見ますね。
だって他のアメリカ人で、うん、エビバリカモーバヒアンと言ったやついないですからね、うんうん、なんかもう明らかなんかもうオラオラ系なんで、でも素直にこっちに来てくれよっていうのを言うよりかそれ歌にしちゃった方がいいかなっていうのがあったんですよ。ああなるほどね。そうなんか初めライブ前にバーッとこっち来いよっていうのと、うん、もちろん言うんですけど、うん、それを歌で言うのってまた表現がやり方が違うなっていうのもあったんで、うんうん、まあこれはもうライブの想定も踏まえ作りましたね、うん、なるほどね。そうなんですよ。それ用のその状況を考えてです。あとこの生徒さんとかそのでトラックメーカーさんがいて、うん、アーティストさんと話すときに、うん、これもいいかもしれないですね。この曲は何用で使うのかとか、うん、そのライブでどういう風に使いたいのかっていうのも、うん、初めのうちに聞いてそういう話をすると、うん、お互い作りやすいかもしれないですね、うんうん、例えば高橋さんこれ依頼するじゃないですか、今回の曲ライブの一発目で使いたいんで、うん、そういうトラック作ってもらっていいですかっていう、あ、オーダーするときにね。そうそうそう、うんうん、だから BPM をこういう風にしてほしいとか、うんうんうん、すごい、はい、ある程度具体的に、そうそうそう、理由的な目的とかを言うと、うん、より早くスムーズにアーティストさんに提供できるんじゃないかなと思いますけどね。でその受けるそのトラック作る側、プロデューサー側が、そうですね、アーティスト側にこんな感じで作ってくれって言われると作りやすいよ的な。でも思わないですよ、カズさんも、うんうん、この曲ラブソングなんで、うん、ラブソングっぽい曲にしてくださいって言うと、うん、分かりやすいじゃないですか、うんうん、確かに。でもそれって多分お互い作る前に話してた方が、うん、まあスムーズにいくんじゃないかなっていう俺の話です、うん、なるほど。はい、深い話、深いですね、うん、まあ今日はねちょっと真面目っぽいですけどね、発売日なんで発売日なんでガチでダウンロードしてもらいたいんでちゃんと言うとこじゃないの。じゃあこの曲はもうじき発売されるであろう R ネイビーの、メジャー2作目、日本でいうと2作目ですね、うん、メジャーセカンドアルバムなんですけど、はい、全米でいうとファーストアルバムなんですよね。あ、これがもう全米の、はい、全米メジャー、全米メジャーデビューではないですけど全米メジャーファーストアルバムなんですよ、はいはい、ちゃんと言うと、うん、そうなんですよね。だこれが全米のメジャーファースト、日本でいうとセカンドアルバムなんですけどね。要するにアメリカの iTunes ストアとか Apple ストア、アップルミュージックとかで、もうお金を払わないと俺の曲が買えないんで、うん、こっち側はね、うん、でこっちの Spotify にももちろんもちろんそうですけどね、プレイリストに載る的な感じ、アップルミュージックから、はいはいはい、なるほどね、すごいね。まあ話はでかいですけどね、うん、話はでかいですけど俺はこんなにちっちゃいですけどこんなにちっちゃいですけど、じゃあ言える範囲でそのアルバムのなんかこうコンセプトですか、コンセプトというか姿というか、はい、ということでちょっとねカメラが熱持っちゃって一回落ちました、雷も落ちました。はいということで、なんだっけ、まさかの振りアルバムもうすぐ発売される、はい、アルバムについてまあ今言える範囲ですね、言える範囲で教えてください。とりあえず、まあ、今回バイアスで、うん、カムオブヒアと出して、うん、もう2個ぐらい、うん、2作ぐらいシングル出して、うん、来年の、2、3月、まあおそらく春って言われるところですね、はい、あ、全米ファースト、全米メジャーファーストアルバムになるんですね、をリリースします。で日本ではセカンドアルバムになるんで、うん、まあそうですね、まあタイトルももう決まってるんですけど、うん、まあ俺はミゴスや JZ のその初期が好きなんでね、まああと数字もが好きなんで、まあ大体わかるかなと思いますけどまあそしてアルバムも13曲、ほんで2マッチ EP からね、ワンフィーチャリング DJ 勝作間、はい、で I'm a take you home で2マッチプライド、3曲が、2マッチ EP から出ます。で今回出した2曲プラス2曲で新曲が5曲ぐらい、うん、だから計だから13曲ぐらいなんですよ、12、3曲のボリュームは、はい、なるんで、まあ今そこは言える範囲かなっていう、うん、まあ本当なんていうんですかね、手応えは
ありますね。楽しんで作れた作品だったっすね。うん、まあいろいろと大変だった。今回大変っていうことはあんまなくて、うんうん、なんか前回のツーマッチ EP は時間もなくて、うん、あとまあ予算的にも急に GR デビューアルバムからドーンって上がって、自分がちょっと対応しきれない部分があったんで、うん、あの思った以上にツーマッチ EP がかかったんで前回ね、うん、で、あの GR ネイビーアルバムコストを下げたわけではないんですよ、うん、スタジオを変えたんですよ、うん、スタジオね、うん、だから一気に予算が上がって自分が対応しきれなかった部分もあったんですけど、今回その4月30日からその来年の2月まで、ね、結構時間がねやっぱできたっていうことで、余裕を持って、うん、あの作れてちゃんと全部ね、あの移動したスタジオで全部できたんで、うんうん、まあその自分が納得し、多分カズさんが作れたとしても多分納得した音程音圧を出せてると思うんで、うんうんうん、まあ俺も納得したフローや言いたいことも載せてるんで、うん、まあ楽しみにしてくれたらいいかな、うん、まあ俺が一番楽しみですね、うん、まあこっちはやっぱやってる本人が楽しまないとダメなんで、うんうん、って感じですね。なるほど。はい、まあ、マスタリングのねエンジニアさんもそうなんですよ。なんかね、ほんとだから前回の GR ネイビーアルバムですか、なんかもう今恥ずかしくて聞けないですもんね。自分が。はい。自分があれね。全然そうでしょ。だってあのね、ニューヨークだって、もしスタジオを変えたとこだったら半端なく出てますからね。うん、2年ぐらい経つ？もう2年、あ、そうですね。Facebook でちょっと2年前でしたね、あれ。うん、まあでもそれも全て経験ですよ。だから本当生徒さんもいろんなスタジオ行った方がいいかもしれないですね、初めて作る人は、うんうんうん、経験した方がいいです。いろんなスタジオ行っていろんなエンジニア見て、うん、で一緒に作って、うん、うん、かなって。カズ、うん、さんも受験エンジニアとかね、ジャンル違うからね。またこうプロデュースとミックスエンジニアとマスタリングエンジニアってジャンルが違いますよね。全然違うんで、まあ、まずはこうねプロデュースとかから行くのがいいのかなと思います。そうですね、うん、アーティストとの距離感もあの近くなりますしね、うん、じゃあ最後に、はい、DJ カズ佐久間チャンネルをご覧いただいている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、今日はちょっと珍しく真面目に話したんですけど、ちょっと真面目だったね、まあ、発売日なんでね、うん、毎日ぐらい真面目にしとかないとなんかこれが来そうなんで、これやめてください。なんですけど、まあいろいろとねカズさんのところにもコメントしてくる人もいたりとかね、まあなんかいろんな人がこのチャンネル見てくれてる人もいると思うんですけど、まあ何事にもトライしていった方がいいんじゃないかなっていう、うん、その場所問わずね、うん、日本は日本で大変な人っていっぱいいると思うんで、うん、まあ場所問わず、本当国問わず、ジャンル問わず、まあやりたいことやった方が、うん、うん、人生ってね結局はサイコロなんで、おお、これね、これは次のアルバムのキーワードなんで、実は言うとあの人生なんて所詮サイコロなんで、転がってそこの転がった場所が自分の今の生き地なんで、うん、あのそれを今日は皆さんに伝えたいなと思いました。なるほど。はい、以上です。カズさん、はい、ということで今日はですね、R ネイビーの最新シングル Come Over Here、 ぜひ聴いてみてください。あの聴くだけでいいんで、別にダウンロードとかしなくていいんで、うんうん、もう今ストリーミングの時代なんで聴いて楽しんでもらえたら嬉しいかなっていう、うん、そうですね、うん、ぜひあの耳にして見てもらえたら嬉しいです。それではまた次回、バイバイ。 See you next time。このチャンネルでは主に Ableton Live という DAW ソフトを使った DTM のやり方ですとか、セラート DJ というソフトウェアを使った DJ のやり方、そういったクラブミュージックを中心とした音楽系コンテンツですとか、アーティストさんを交えた対談、そういったコンテンツを中心に発信しております。 DTM や DJ をこれからやりたいという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また DTM 初心者さん向けの動画教材 Ableton Live の始め方を販売しておりますほか、 DTM と DJ それぞれの、オンラインでのマンツーマンのサポートレッスンも行っておりますので、興味のある方はですね、下の説明欄のリンクから詳細ページへ飛ぶことができますので、ぜひぜひご覧ください。無料の体験レッスンも随時受け付けておりますので、質問などございます方は詳細ページ内のお問い合わせフォーム、もしくは LINE 公式アカウント、いずれかでですねお気軽にご連絡いただければと思います。
それでは皆様のご連絡お待ちしております。